こんにちは。はい、そうです。はい、大学部3年の加藤咲です。国際2年の応援しています。はい、スーパーをしてました。はい、留学生の子にわからないこととか、不安が強いので、ちょっと不安なこととか欲しいことです。で、1950年 の、 あの住宅の中央値は7354ドルだったとこういうふうに考えられています。まあ、大体でもその当時のドルの価値は 今よりも高いですから、あの単純に比較するのが難しいということで収入の中央値も出してみました。で、その当時の1950年の収入の中央値は、2990ドルということで、住宅の価格はその収入の中央値のおよそ 2.5 倍だったわけです。魏志倭人伝で、掲載された、和人の姿、改めてこうしっかり見ると耳にピアスを、ね、していてネックレスをして、ネックレスをして腕輪をしてね、で足輪までしていると、だけで考えればそのなんか身にまとって宝飾とかね、身にまとうっていうのはあのジェンダー関係なく、まあ、時代によって意味合いが変わってきた、ね、あの昔であればやはりその高貴な価値を示すためにそうしたものが使われていたかもしれない。でも今ではそうしたその価値を示すっていうあの、まあね、この自己表現とか、まあ、そっちの意味合いの方が、まあ、強いと思いますけれども、まあ、あの話を元に戻して、まあ、日本でもねそうした長い歴史があの化粧にね、
they were not a separate country, but they were fighting the overthrow of a major government. So civil wars within states, they involved non-state actors. But traditionally, when people think of a war, they can think of a war between countries. Well, we'll see how it includes states and non-state actors as well. The fate of your world. Of course, because it's so destructive, as we'll see, with weapons, warfare, with war.